バーブル。バーブル、ザハー、アル、ジーン・マハーマド・ボバー、百八十三年二月十四日から千五百三十年十二月二十六日は、北、インド、ムガル帝国の創始者であり、初代君主在位、ザイ。在五百二十六年から千五百三十年、ティムール朝サマルカンド政権の君主、ザイ。在四百九十七年から千四百九十八年、 でもある。16世紀初頭に中央アジアからインドに移り、ムガル帝国を建国した。名前のバーブルは虎を意味する。バーブルはティムールの三男ミーラーンシャーのヤシャ語であり、母方の祖父であるモグーリスタンハン国の君主ユーヌスは、チンギスカンの次男、チャガタイの後営にあたる。軍事力に優れた指導者、優れた文人として評価されている。 自らの反省を著述した回想録、バーブルナーマは文学性、資料的価値を高く評価されており、多くの言語に翻訳された。バーブルの生涯は中央アジア時代、カーブル時代、インド時代の三期に分けられる。1483年にフェルガナ地方のアンディジャンで、バーブルはフェルガナの領主ウマルシャイフの長主として生まれる。 バーブルが誕生した当時のティムール朝は二つの政権に分裂しており、バーブルの一家は祖父のアブーサイードが樹立したサマルカンドの政権に属していた。1494年に父の生まれシャイフが木内の鳩小屋が倒壊する事故に巻き込まれて急死した。あと、バーブルは課長の地位とフェルガナを継いだ。バーブルの父方の叔父であるサマルカンドの君主スルターン。 アフマドと母方の叔父である、モグーリースタンハン国の君主マフムードハンは、ウマルシャイフの死を知ると、バーブルが継いだ領地を獲得するために、フェルガナに侵攻した。バーブルは、祖母のエッセンダウラトベグムと進化の補佐を受けて、叔父たちの攻撃に打ち勝つ。叔父たちの攻撃を撃退した後、アンディジャンで、父の葬儀を取り行った。1495年に、いとこのバイスングルが、 サマルカンドの支配者の地位を継いだ後、サマルカンドの宮廷では、バイスングルを支持する派閥とバイスングルの弟、スルターン・アリーを支持する派閥が争ってた。1496年にバーブルは混乱する。サマルカンドへの遠征を行い、スルターン・アリーと同盟して、バイスングルに対抗するが、遠征は失敗に終わる。翌1497年にバーブルは再び、 サマルカンド遠征を実施し、急防したバイスングルは、北方のウズベック、シャイバーニー町の指導者ムハンマド・シャイバーニー藩に、援軍を要請する。サマルカンド近郊に、シャイバーニーの軍が現れた時、バイスングルは、援助を拒んで単独でサマルカンドを防衛し、7ヶ月の包囲の末に、バイスングルは、サマルカンドを放棄して、クンドゥーズに逃走す。バーブルはを失ったサマルカンドに入し、 1497年11月末に、スルターンに即位する。しかし、進化のスルターンムハンマド・タンバルが、アンディジャンで起こした反乱を鎮圧するために、バブルは帰国せざるを得なくなり、サマルカンドでの治世は約100日で終わる。1年半から2年近くの期間、本拠地を失ったバブルは、保全同拠点として、アンディジャン、サマルカンドに出兵するが事態は進展せず、 1499年末に支持者の手引きによってようやくアンディアンに入場することができた。アンディジャン奪還後もバーブルの弟、ジャハン・ギールを擁立するタンバルとの争いは続いた。1500年2月にタンバルと休戦協定を締結するが、バーブルの陣営ではタンバルの派閥に属するベグ、司令官が牽制を振るっていた。一方、 スルターン・アリーの占領下に置かれたサマルカンドはシャイバーニーから圧力を加えられており1500年にスルターン・アリーはシャイバーニーとの和平を図ってシャイバーニーにサマルカンドを明け渡したバーアブルはサマルカンド陥落に先立つ1500年後6月にサマルカンドの停身の将兵に応じて進軍しておりサマルカンドがシャイバーニーの占領下に置かれた後も町の近郊に 止まって、奪還の機会を伺っていた。こうした、状況下で、サマルカンド内で、強い影響力を持つ、ウラマー、進学者のホジャアリメカリムは、バーブルに、サマルカンド会場を手引きする書状を送った。夜間に七十から八十人のバーブルの部下が、サマルカンド城内に侵入して、城門を開け、城外に陣取っていたシャイバーニーは、形勢が不利だと考えて退却したバーブルは、 アブルメカリ村サマルカンドの有力者親交換に迎え入れられ王に擁立された。しかし、ウズベクによる略奪のために食料が欠乏したサマルカンド周辺は飢餓に襲われており、バーブルは兵士を養うことができないために軍隊を解散しなければならなかった。バーブルの窮状を知ったシャイバーニーは精鋭を率いて再びサマルカンドに侵攻する。1501年。 援軍を待ちきれなかったバーブルはザラフシャンガシでシャイバーニーを迎撃するがサリプル戦いで敗北しサマルカンドに立てこもった食料が欠乏したサマルカンド市内は無政府状態に陥り多くの市民が町から脱走した上に悩まされたバーブルは4ヶ月の牢状の末にサマルカンドを放棄しなければならなかった姉のハンザーダ・ベギムをシャイバーニーのもとに送る 屈辱的な条件を飲んで和平を結び、バーブルは、おじのマフムード藩が統治するタシュケントに退却した。タシュケントでは困窮した生活を送り、多くの人間が、バーブルの元を去った。バーブルは、マフムードの支援を受けて、スルターンムハンマドタンバルと戦うが、後期を逃して、敗北を喫する。ある戦闘でバーブルは右足を矢で射抜かれて負傷し、 アフスイ近郊の戦闘では惨敗し、一人で山中を逃走した。1503年4月にバーブルは、タシケントを攻撃したシャイバーニーに敗れて撤退し、マフムードとその弟アフマドアラクは捕らえられて、モグーリースタンに追放された。翌1504年4月に、シャイバーニーは、タンバルを破って、アンディジャンを占領し、 故郷の喪失を知ったバーブルは南のホラー山地方への移動を決意する。1504年6、7月にバーブルは少数の部下を率いてアフガニスタン方面に南下するが、一行はボロボロの衣服を着、野営のための十分な設備も持っていなかった。移動中、ウズベクから逃れようとした多くのモグル人、モンゴル人がバーブルの軍に合流する。また、南下するバーブルのもとに、 ヘラート政権の君主夫妻ンバイカラから防御帯の協力を求める書が届くが、バーブルはシャイバーニーに対して攻勢に出ることを企てていたため、共同作戦は実現しなかった。バーブルはヒンドゥクシュ山脈を越え、アルグンブ出身の領主ミールザー・ムキームが領有するカーブルを包囲した。ムキームは抵抗をすることなく、バーブルに侵入とカーブルの譲渡を申し出、1504年9月に、 バーブルはカーブルを征服した。カーブル征服後、バーブルは弟のジャハギールにガズニー、ナーシルにニングナハールを授与する。バーブルは新たな拠点としたカーブルの統治に力を入れ、パシュトゥン人、アフガン人やハザーラ人などの町の周辺に居住する多種の民族に対して武力、怪獣策の両方を使って対応した。また、バーブルはカーブルに重のバーグ、 庭園を建設し、宮殿の役割を果たす天幕を庭園に設置していた。1505年1、2月にバーブルは略奪と戦利品の獲得を目的として、ヒンドースターン、北インド遠征を実施し、中央アジアと全く異なるインドの人間と自然に強い衝撃を受けた。しかし、親族と家臣から反対を受けたために、 インドでの本格的な征服事業を開始することはできなかった。1505年6、7月にバーブルは遠征から帰還するが、その直後に母クトゥルクニガールハヌムが没する。母の死後に、バーブルの母方の義理の祖母であるシャーベー・ギム、いとこにあたる歴史家のハイダル・ミールザーラ母方の親族がバーブルを、ライ・カーブルに滞在した。1506年5月にバーブルは、 フサインバイからのシャイバーニー攻撃の呼びかけに応じて、ヘラートに向かうが、フサインは、バーブルと合流する前に没していた。10月にバーブルは、フサインの後を継いだバディ・ウッザマンと、ムザファルフサインの兄弟と、ムルガブで合流し、歓迎を受けた。フサインの死後も、ティムール町の連合軍は、シャイバーニーに包囲されたバルフに向けて、行軍を続けたが、連合軍の到着前に、バルフは陥落した。 シャイバーニーは、ティムール朝との決戦を避けて、マーワラ・アンナフルに退却したが、追撃は行われず、連合軍は解散した。遠征に参加した王子たちは、それぞれの領地に戻り、バーブルに、カーブルに帰還しようとしたが、周囲の勧めによって、ヘラートを訪れた。ヘラートを訪れたバーブルは遠赤に参加し、市内外の多くの名所を観光した。バーブルナーマには、 ヘラートの美麗な景観、街に多くの優れた人材が集まる様子が記録されている。バーブルはヘラートでの越冬を進められたが、12月末にヘラートを経ってカーブルに帰国の途に着いた。帰国する一行は移動距離が短い山道を進んだが、道中で吹雪と強風に見舞われる。バーブルは部下と共に雪をかき分けて道を作る作業に参加し、 狭い洞窟の外で夜を明かして、部下と苦労を分化あった。後年にバーブルは一週間近くにわたる雪中の、行軍を解雇して、生涯でほとんど舐めたことのない苦しみと述べている。1507年2月に、バーミヤン西の町やカオーランに到着したが、間もなく、カーブルで反乱が起きた報告に接する。カーブルでは、シャーベギムが、実の孫である、ニールザーハンを、 カーブルの使者とするために街の内情を包囲しており、カーブルについたバーブルは短時間で反乱を鎮圧した。反乱を鎮圧したバーブルはシャーベ義務をはじめとする反乱者に対して寛大な態度を示した。ミールザーハンと彼に協力したムハンマドフ・フサイン・ドゥグラと、オホラーサーンに追放し、シャーベ義務に処罰は下さなかったが、彼女はバダフシャーンに移住した。 1507年6月にヘラートはシャイバーニー城によって征服される。1508年からバーブルはパーディシャー、パードシャー皇帝の意の称号を用いる。ヒンドースターン遠征後に征服地から租税が送られてくるようになり、おそらくバーブルは権威と威風による支配の有効性に気づいた。パーディシャーを称した後、バーブルは部下や 施設などに衣服を貸しすることが多くなった。1508年3月に、長男、フマーユーンが誕生し、翌1509年に、次男カームラーンが誕生する。1510年に、シャイバーニーが、サファビー町のイスマー・イール一世との戦いで廃止した。あと、1511年にバーブルは再び中央、アジア遠征を実施する。バーブルは、クラブ、クンデューズ、 バダフシャーンを奪回したが、独力での勝利は、不可能だと考えていた。1511年初頭に、イスマー・イール一世は、クンドゥーズに到達したバーブルにシャイバーニのもとに、とついでいたハンザーダ・ベギムを送り返し、有効的な書簡を送り届けた。ハンザーダは10年ぶりに再会したバーブルが誰なのか、わからず、しばらくして、ようやく自分の弟だと理解した。バーブルは、 イスマー・イール一世のもとに死者を派遣し、サファ・ビーチへの侵入と引き換えに援助を要請した。サファ・ビーチの援軍を加えたバーブルは、ブハラを奪回し、10月にサマルカンドに三度目の入場を果たすが、サマルカンドに入場したバーブルは、イスマー・イール一世を崇拝するクズル場所と同じように、シーア派の服装をまとっていた。スンナ派を信奉するサマルカンドの多くの住民は、 シーア派に属するイスマイール一世に抵抗を示し、バーブルはサマルカンドを保持することはできなかった。1512年にシャイバーニーのオイ・ウバイドゥッラーはブハラ奪還を目指して中央アジアに進軍し、同年4月28日にバーブルとウバイドゥッラーはクリマリク湖で衝突する。戦力面ではバーブルの軍が優位に立っていたが、戦闘はバーブルの惨敗に終わる。 11月に起きたブハラ近郊のグジュドワーン付近での戦闘でもバーブルは敗れ、サマルカンドを失ったバーブルはアフガニスタン北部に止まって反撃の機会を待ったが事態は好転しなかった。1514年15年にバーブルはカーブルに帰国し、バーブルとサファビー長との協力体制は解体した。失敗に終わった1511年の遠征はバーブルにとって 最後のサマルカンド奪回の挑戦となった。1514年8月のチャルディラーンの戦いで、イスマー・イール一世がオスマン帝国のセリム一世に敗れた後、バーブルはサマルカンド回復が極めて困難だと考えるようになる。また、チャルディラーンの戦いの経過の情報から着想を得て、バーブルは自軍にも重火器を導入したと考えられている。 三度目のサマルカンドの奪回に失敗した後、バーブルはインドへの本格的な進出を考え始めるようになる。当時のヒンドースターンには、アフガン系の貴族が拡挙し、デリーを支配するローディアサは、メイワールを中心とするラージブート連合軍と対峙していた。1518年、19年にバーブルは、パンジャーブ地方に入り、ビーラを占領した。 ティムールのパンジャーブ支配を根拠として、ローディー・アサに対して、同地の領有権を主張した。パンジャーブ侵入に先立つバジャウルの戦いでバーブルは、ひなわ銃を使い、ユース・フザイ、ディラクザイなどの有力なアフガン系の部族から指示を受ける。バーブルはインドに銃火器を用いた戦術を本格的に導入し、バーブルが生涯に収めた多くの戦勝をきっかけに、インドに火薬と大砲が普及する。 バーブルがカーブルに戻った後、ビーラに置いた大官は、パンジャーブの領主ダウラとハンローディによって追放された。1520年、21年に再び、インダス川を渡り、ビーラとシアールコートを占領したが、カンダハールで反乱が起きたために、アフガニスタンに戻らざるを得なくなる。バーブルは、領主シャーベクアル軍がこもるカンダハールに包囲を敷き、1522年に、 カンダハールを陥落させて、インド遠征の準備を整えた。1521年に、ローディアサの君主イブラーヒーム・ローディーと対立するダウラとハン・ローディーは、バーブルに支援を求めた。また、メイワールの領主ラーナー・サンガー、ラーナー・サングラーム・シン・ハラ・ラージプートの領主たちも、バーブルに出陣を要請した。インドの諸勢力から参戦を求められたバーブルは、 従来の略奪目的の侵入とは異なる本格的な遠征を計画し、ローディア佐トの対決を決意する。1524年にダウラとハンの要請を受諾したバーブルは、カーブルを立ち、パンジャーブの中心都市ラホールに向けての進軍を開始する。ラホールでダウラとハンの部隊がバーブルに合流するが、バーブルがダウラとハンにラホールを返還しようとしなかったため、 ダウラとハンは、バーブルと敵対する。イブラーヒームローディーとの交戦前に、ダウラとハンが軍勢を引き上げたため、バーブルはやむなく、カーブルに帰還する。1525年11月にバーブルは再び、インド遠征に向かい、12月にインダス川を越えて息子、フマユーン、ガズニーの領主ホージャカランの部隊と合流する。軍中のバーブルに遭遇したダウラとハンは降伏し、 バーブルは彼に許しを与えた。1526年4月にバーブルは、パーニーパットを占領して、陣地を築き、ローディー・アサの攻撃に備えたが、同盟者であるラーナー・サンガーは、パーニー・パットに現れず、バーブルは単独でローディー・アサと戦わなければ、ならなかった。4月21日に、パーニー・パットの戦いでバーブルは、劣勢を跳ね返して、ローディー・アサに勝利し、バーブルの元に、 イブラーヒームの首が届けられた。バーブルは、チャルディラーンの戦いで、サファビー朝を破った、オスマン帝国の戦術を取り入れ、中翼の前面に連結した荷車を一列に展開し、荷車の後ろに、重火器を装備した兵士を配備した。パーニーパッドでの戦勝の理由については、諸説あるがバーブルが火器を用いていたことは、確実視されており、火器の存在が重要な役割を果たしたと、 考えられている。だが、バーブル自身は、旧兵の活躍が戦勝に寄与したと考えていた。4月24日にバーブルは、デリーに入場し、4月27日に金曜礼拝で、自らの名を入れた、ふとば、説教を読み上げさせて、インドの支配者となった意思を表明した。デリー入場後、バーブルは、デリーするターン朝を収めた歴代スルターンの墓を、巡り歩いた。 翌5月に、ローディアサの首都アーグラに至り、木内のイブラーヒームの母親と、ローディアサの定身に地を与えてデジロさせた。5月10日に、アーグラに入場、城内で発見されたダイヤモンド、コイヌールを、フマーユーンに与えた。バーブルは、イブラーヒームの料理人を雇い入れたが、イブラーヒームの母親が、バーブルの毒味役と料理人を買収して、バーブルが食べる料理に毒を持った。 口にした毒が少量だったために、バーブルの命に別状はなく、イブラーヒームの母親とイブラーヒームの息子は監視下に置かれた。しかし、毒殺の計画に加担した実行犯は残忍な方法で処刑された。デリーの制圧後、バーブルはヤムナー川、ガンジス川を越えてビハール地方、ベンガル地方に遠征した。デリー、アーグラを制圧した後も、 周辺の勢力はバーブルに服属しておらず、長期の遠征に疲弊した将兵は、カーブルへの帰還を望んでいた。バーブルは部下たちを説得して、インドに留まらせ、説得に応じない人間はアフガニスタンに帰らせた。バーブルへの侵入を願い出る漁師も現れ始め、7月までに事態はやや沈静化する。各地の領主は、外部からの侵入者であるバーブルを敵視し、かつて、 バーブルと同盟して、ローディー・アサと戦ったラーナー・サンガーが、敵対勢力の中心人物となった。ラーナー・サンガーの同盟者の中には、イブラーヒーム・ローディーの弟、マフムルド・ローディーも含まれていた。インドの気候になれない、バーブルの軍は疲労し、バーブルの敗北を予言する、先制術師の言葉が兵士たちの指揮をより、低下させていた。ラーナー・サンガーと同盟軍の戦力は二十万を、 超えていたと言われ、バーブルの部下の中には、パンジャーブへの撤退を進言する者もいた。バーブルのインド征服の決意は揺るがず、禁酒令を敷き、演説によって部下の士気を高めた。また、ラーナー・サンガーに勝利した後には、イスラーム教徒から、タムが、小取引税を徴収しないことを制約する。バヤーナに進んだラーナー・サンガーが、バーブルの先遣隊に勝利したとき、 バーブルはアーグラ近郊のハーヌアーコンビニ陣地を設営した。バーブルはハーヌアーの戦闘でも先のオスマン帝国の戦術を用い、かつてサリプルの戦いでシャイバーニーが用いた戦術もして右翼と左翼の端に別動隊を配備し敵軍を背後から攻撃させて拡乱した。百二十七年三月十七日にバーブルはハーヌアーの戦いで ラージプート連合軍を破り、戦勝の後に、ガーズイー、信仰の戦士、異教徒の征服者の称号を帯びる。ハーヌアーの勝利はラージプートに大打撃を与え、以降ラージプートの王侯は、連合を組まず個別に、イスラーム勢力と言い,い、あるいは戦わずに降伏した。4月に、アーグラに外戦したバーブルは進化に、領地の配分を行うが、体調は悪化し、 高熱に苦しんだ。病からの回復を祈願し、11月9日から、バーブルは、ナクシュバンディ教団の指導者、ホージャラールの著書、ワーリディや、父のための書のチャガタイ語による、陰文訳に着手する。11月20日にバーブルは、翻訳を終え、病から回復したと伝えられている。バーブルは、病状が少しでも了化すると遠征に出ようとしたが、強大な軍隊を支配下に止めておくため、 自分は軍を率いて出兵しなければならないと考えていた。1528年初頭にバーブルはを攻略し、チャンデリーの救援に向かったラーナーサンガーは、行軍中に暗殺された。1529年1月に、東方で勢力を置くアフガン系貴族を攻撃するため、バーブルは遠征を行ったが、行軍中に水ぶくれにかかって、オスマントルコ式の威術を施される。 4月に、ビハールで勢力を回復していたマフムード・ローディを、ベンガルに放逐し、同年5月に、パトナ近郊のゴグラ、の戦いで、バーブルは、マフムードとベンガルの支配者、スルタン・ヌスラット・シャーの連合軍に勝利する。戦後にバーブルは、スルタン・ヌスラット・シャーと和平を結び、ヒンドースターンの支配権を確立した。バーブルがローディ・アサ、ラージュプートに対して収めた一連の勝利は、 ヒンドースターンの勢力図を一変させた。1529年秋に、フマーユーンが認知のバダフシャーンを離れてインドに移動し、バーブルはフマーユーンに東方への遠征を命じた。1530年春頃、重病にかかったフマーユーンが遠征先からアグラに送される。バーブルはフマーユーンの回復を祈祷して、自らの命を放げる儀式を行い、 フマーユーンの病状は回復したと伝えられている。フマーユーンが回復して間もなく、1530年12月26日に、バーブルはアーグラで没した。バーブルの在位期間は短く、国家の基盤は整備されないまま、フマーユーンが王位を継承した。フマーユーンは、側近の助言に従って、バーブルの死を否得し、バーブルはメッ化巡礼に旅立ち、 クマユンに上位した噂が流された。バーブルは自分の体をカーブルに葬るよう遺言したが、遺体はヤムナーガ死のラームバーグ庭園に埋葬された。後に、スール町のシェールシャーによって遺体はカーブルに移され、1607年にカーブルを訪れた、バーブルの創尊、ジャハンギールは、バーブルが葬られている庭園に石碑を混流した。生前の希望に従って、 墓石を囲む病は建てられなかったが、後年に簡素な屋根付けの建物が墓石の上に置かれた。バーブルは母語であるチャガタイトルコ語以外にペルシア語、アラビア語にも精通していた。詩人でもあるバーブルは、陰律論について深い知識を持ち、ナバーイーが表した陰律学の書物に批判を加えた。回想録、バーブルのアマ、若いに、 事故の心情を率直に表現し、簡潔かつ的確な文章、人物批評、文の中に時折現れるユーモアは読者を引きつけている。1504年のカーブル征服の直後、バーブル文字と呼ばれるアラビア文字を元にした新しい文字を発明した。バーブルは自分の子供たちに新しい文字で書いた文を送り、新しい文字で書いたコーラン。 クルアーンをメッカに寄贈したと言われている。しかし、バーブル文字は一般には普及せず、孫のアクバルの時代になると文字を知る者は、ほとんどおらず、やがて使われなくなった。バーブルはスンナ派を信仰していたが、狂信的な人物ではなく、統治者として、公正と寛容を心がけていた。一日の五回の礼拝と礼拝後の沐浴を欠かさず、 目浴のために凍結した用水路に身を浸した子もあった。また、ティムール町の多くの王族と同様に、スーフィー、聖者に敬意を示していた。部下が罪を犯した場合には、彼らが反抗的な態度を示さない限り、極力罪を許そうとした。多くのモンゴル人を配下に持っていたにもかかわらず、バーブルはモンゴル人を蔑視していた。そして、モンゴルと呼ばれることを嫌悪し、 ティムールの子孫であることを強調した。若年時のバーブルは、禁欲的な生活を送っていたが、1506年に、ヘラートで開かれた宴席で初めてワインを飲んだ。ヘラートでの体験以後バーブルは多量の酒を飲むようになり、バーブルのあに、宴会や酒にまつわる階層を多く書いた。バーブルはワインを好んで飲み、一度だけ飲んだビールについては、まずいという感想を残している。 1527年のラージプートとの戦いに際して、バーブルは禁酒の誓いを立てたが、日記に禁酒の苦しみを書き表した。果物に強いこだわりを持つ美食家でもあり、特にメロンを好んだ。バーブルは文学と書物を好み、征服先の土地に所蔵されている書籍を摂取した。また、自然に対しても強い好奇心を持ち、動植物に対する詳細な記述を書き残した。 カーブルに建設した庭園の一つであるバーグイバファーにはインドで採取したバナナの木やサトウキビが植えられた。バーブルはインドの人間、自然に好ましくない印象を抱き、中央アジアの果実、氷、水がないことを探索した。多くの金銀を増する点、多種の職人が無数に存在する点には好意を持っていた。バーブルには自慢好きなやや短気な面もあった。 ある時バーブルは馬を引いてきた重木の態度が悪いと腹を立てて彼の顔を殴りつけたが薬指の付け根を脱臼してしまったその後3ヶ月漢字が書けず弓も引けない状態が続いた時折残忍な性格も覗かせインド遠征の際に敵対するアフガン人の首を切り首の塔を立てることが数度あった1500年3月にバーブルは言い名付けである スルターン・アフマドの娘アイシャ・スルターン・ベギムと結婚するが、バーブルは彼女とは十数日に一度しか会おうとせず、事前には初めての結婚に対する困惑と気恥ずかしさを書き残している。翌1501年にアイシャ・スルターン・ベギムとの間に、か目を設けたが、娘は生後感もなく溶接し、バーブルとアイシャ・スルターン・ベギムの関係は良くならなかった。 アーイシャ・スルターン・ベギムとの結婚と同じ時期、バーブルは、バーブリーという名の少年に強く魅了され、衝動に駆られて、街路や庭園をさまよい歩いた。バーブルは、アーイシャ・スルターン・ベギムの、イボイモートであるマースーマ・スルターン・ベギムと恋に落ち、1506年の、冬に、ヘラートで彼女と結婚した。マースーマ・スルターン・ベギムは娘を産んだ後に亡くなり、バーブルは、彼女が残した娘に、 母親と同じマースウマという名前をつけた。バーブルは、早い段階から、長男のフマーユーンを、後継者として考え、生前に進化に、フマーユーンに多いを継承する意思を伝えていた。1520年、21年にバーブルは、当時13歳のフマーユーンを、バダフシャーンに総督として派遣し、息子を気遣って、フマーユーンの聖母である、マーヒム・ベギムと共に認知まで付き添った。 パーニーパッドの戦いの前に、フマーユンがウイジンを飾った時の様子を、誇らしげに書き残した。1518年、19年に実施したインド、遠征中に生まれた息子には、チュルク語で、インドの征服を意味するヒンダルと名付けた。1522年、23年には、次男カーアムラーンに住んだ派、ハナフィー学派の教義わかりやすく説明するため、チャガタイ語による、陰文、 ムバイン、解説を表した。など。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。